はい、皆さんこんにちは、ワイナリーグルビッシュです。では今回は帝都軍の決断法バブヒットの日本軍プレイ軍狼作戦、最終回ということでプレイの方をしていきたいと思っています。で、最終回というからにはですね、今回、アメリカ軍これを完全に降伏に追い込もうということで、最終目標はアメリカ東海岸になります。で、前回ですね、イギリスを降伏させることができたので、もう残る敵はアメリカのみになるんですが、イギリスを降伏させた後にですね、アメリカ軍がカナリア沖を奪還してくるということで、アメリカ軍かなり戦力が回復しているんじゃないかなというふうに思いますので、油断せずにやっていきたいと思います。で、進行ルートはですね、まずカナリア沖を奪還するために、前回イギリス軍を攻略するためにドーバー海峡に進行した艦隊、これを一旦ジブラルタルに戻し、ドック入り修復した後、カナリア沖から東海岸を目指します。一方、対アメリカ艦隊としてこれまで動いていた艦隊はですね、一旦カリブ海に集結し艦隊を再編成した後、これはバミューダ沖を経由して東海岸へと進行していきたいと思います。すでに航空機の補充生産、あとはドイツ軍への鉄の供与等々は終わらせていますので、このまま時間を進めます。ジブラルタルに進行してきたか。ドイツの第13艦隊、これ投入するわけにいかないな。どうする、まず第11艦隊、これ空母1隻が勝破してるけど投入せざるを得ないね。第13艦隊は投入、第15艦隊投入するか、それとも戦艦部隊を投入するか、まあ、これドイツの第13艦隊投入しよう。航空機の数はそれなりに入っているので、なんとかなるかな。なんとか敵を食い止めないといけないですね。ここで了解、まあ、まずは敵の艦隊の位置を探りましょう。いや、ドイツ軍の戦艦かっこいいね。こうやって見ると画面の左下、おっと、そう言ってる間に敵の艦隊発見したね。アメリカ軍の艦隊だ。ちょっと待ってくれ、もう爆撃機が飛んでるのか。アメリカ軍は早いな。しかもかなりの数だぞ。相当な数だな。いやー、アメリカ軍ここまで艦隊が回復してるとはな。空母がいるね。まずは空母をしっかりと、お、少なくても甲板大破させて、航空機の離発着ができない状態に追い込みたいですね。あと敵の艦隊の数がどんくらい入ってるかですね。この1個艦隊だけ投入してきてるのか、あるいは複数艦隊で、このジブラルタル本格的に攻略しにかかってきてるのか、それがちょっとわからないですね。ドイツ軍の戦艦部隊3隻、これがアメリカ軍の艦隊がいた方向へと突入をしようとしているところかな。
ここまでのところアメリカ軍が、まあ、複数の艦隊を投入してきているようにはちょっと見えないんですが、策的できてないだけなのかもしれないので、まだちょっと油断はできない局面ですね。夜間の戦いっていうのはどうもちょっとねやりづらいですね。ちょっと戦艦部隊を投入していきましょう。おそらくこのままアメリカ軍は離脱するんじゃないかなと思うんで、とどめを刺しているものはとどめを刺しておく。一隻でも多く打ち減らすという考えですね。よし、まずは敵の撃退に成功しましたね。やっぱり敵は第三艦隊のみの投入ですね。全天候型航空機待ってましたというところだな。まあ、ちょっとね出番があるかというと微妙なところにはなってきているかとは思うんですが、では第15艦隊とまあ、それぞれの艦隊で少しずつ戦力を補充しましょう。であとは忘れちゃいけないのが航空機なので、先に航空機の生産を入れておきますか。もうここまで来たらね、ちょっと全天候型のもの、もちろんね、開発設計をしておきたいなと思います。まあ、最終回なので、ちょっと皆さんにね、その活躍ぶりをお見せすることはないのかなとは思うんですが、こんなのをね作る予定だよっていうのをちょっと、見ていただければ嬉しいなと思います。じゃ あ今回作るのはどうしようかな。虹の護衛戦闘、この辺りは数は足りてるので、まず虹の重爆だね。これ数が全然足りないので、あとは虹の大攻撃、これも数が全然足りないね。相変わらず最後まで結局航空機の数、今回は満足できたっていう感じにはならずに終わりそうな感じがしますが、じゃあ航空機、どうしようかな。何をベースに作るかだよね。まあ、ここは神殿回できる前なので神殿をベースに作るとなると、機銃はまあいいか。ちょっと待ってね、爆撃機ベースになっちゃうっていうのは微妙だよな。 37mm、 いや武装は 37mm の機関砲にして、こっちはなしにしよう。で装甲は、うわ装甲厚くするとスピードが犠牲になる。まあ当然だよね。こんな感じになるんですね。まあ、爆撃能力はロケット弾、いや1500キロの誘導弾は最高速度が全然ダメになる。でもまあこんな感じでね、いろいろと航空機は作れそうな感じはしますね。さあでは、もう艦船の補充も不要だと思うので、このままジブラルタルで艦隊戦力、航空機戦力を回復させちゃいましょう。
いやー、数が足りない。本当に足りないね。第11艦隊の方には補充ができないか。そもそも補充不可という状態？なかなか厳しいな。で、カリブ海の方には艦隊が集結済みですね。なので、この後、洋上要塞型の空母の到着を待ちます。では、時間を進めましょう。アルミのね、数が欲しいんだよね。あ、そうか。せっかくなんで、第一艦隊、これ改装しておこうかなと思いましたけども、改装の必要もなさそうなので、このまま、日本近海に留め置きましょう。で、一方、ジブラルタルの方は、どうなってるかというと、消波状態がまだ回復しないね。では、もう一旦待ちたいので、その間にまた航空機、これを生産していきます。足りていないのが虹の重爆と攻撃機。これが重点的に全く足りていないので作ります。で、優先配備はジブラルタルにいる艦隊。カナリア沖、艦隊戦力、いるね。まあ、ただ、この戦力で攻めてくるのかというと、ちょっと疑問はありますけどね。攻めてこないんじゃないのっていう気はしますが。いやー、本当に航空機の数、ここに来てもまだ足りないね。まあ、いずれにしてももう一旦進める必要があるので進めちゃいましょう。洋上要塞型空母、これがさらに完成してきたので、まあ、今回アメリカ戦で最後にね、洋上要塞型の空母も、投入できるんじゃないかなとは思います。まあ、なので、洋上要塞型の空母はね、どん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 前へ前へと進んで、まあ、敵の攻撃に仮にさらされたとしても、しっかりとそれを受け切れるだけの装甲を配しているので、まあ、そういう意味での期待はあるかなと思いますね。では、ジブラルタルの艦隊、ここに補充をかけて、これを使ってカナリア沖、まずは奪還ですね。いやー、虹の重爆が足りないな。今度は救急式の艦爆にちょっと切り替えるしかないね。だいぶ戦力ダウンの感は否めないですが、致し方なし。攻撃機が逆にちょっと余ってるのかな。そうなると敵の艦隊攻撃向けに虹の攻撃機を多めに積んで踏ん張ってもらう。まあ、当然ね、爆撃機ではないので、多少劣るところは出てくるとは思うんですが、もちろんないよりマシという前提ですね。よし、これでいこう。もう一旦待って補充が済んだら進めます。でこい。一式の立候、これはね、もうだいぶ古いものになりますが、銀河。では、再びなんですが、技術開発入れておきますというのと、物資援助もやっておきますというところ。まあ、ドイツ軍がね、なんかの手違いで先にアメリカ軍を攻略しちゃうっていうことはさすがにないと思うので、まあ、そこは安心して見ていきましょう。攻撃機の数も足りないし、重爆の数も足りないしっていうね、この辺りが結局最後まで、どうこうすることができずにっていう感じかな。お、ドイツ軍の第13艦隊が
なんかだいぶしっかり増強されて、しかも謎の北海に行くっていうね。北海に何しに行くんだろうかっていう感じはするけど、北海を補充してそこからアメリカ軍を攻めるのかな。カナリア沖にはジブラルダルの艦隊を、でカリブ海に集結している艦隊ですね、これ、再編していきましょう。第4艦隊と第9艦隊をまずは一緒にしちゃいましょうか。これで第4艦隊、いや第9艦隊と第4艦隊逆だな、ちょっとわけわかんないことになるんで、せっかくここまで整理してきたので、ちょっと整理だけし直しちゃいましょう。で第4艦隊の機関を要塞型空母に変えてしまって、第15、第16両艦隊は予備兵力という位置づけですね。では艦載機を搭載していきます。これで各艦隊戦力充実しましたね。ではカリブ海からも艦隊を進めていきましょう。バミューダ沖へと進行。いやもうこれ本当にアメリカ軍を徹底的に追い込んでいきます。まずはカナリア沖の攻略からですね。まあ、ここに敵の艦隊戦力がどれくらい入ってるかちょっとわからないんですが、まあ、よもや敗北というのはないと思うんですけど、ちょっと油断だけはしないようにしましょう。まあ敵の基地は作れる場所は2つしかないので、まあ、この2つの場所に敵の基地があればそれを叩くと、まあ、ただあの敵基地があるんだ、早いな基地作るのが。基地はまだ作れてないんじゃないかなと思ったんですけどね、もう作りきってましたね。さらに艦隊もいる。まずは第一波攻撃隊で、基地を無力化したい。無力化したね。無力化したら攻撃目標を敵の艦隊へと変えていきます。この辺りは動きがスムーズだね。敵の空母を沈めよう。敵の艦隊に取り憑かれる前にしっかり、空母、そしてその随伴艦を沈めちゃいましょう。まあ、あの正直言うとこういう感じでアメリカ軍が戦力を小出しにしてくれる方が戦いやすいんですよね。例えば東海岸に本当に最新鋭の空母、最新鋭の攻撃機、爆撃機含む航空隊を配備されて待ち受けされると、敵の基地と敵の空母を同時に相手にするとかなりきついんですけど、こういう感じでね、敵の艦隊戦力を小出しにしてくれると実は戦いやすくなったりするので、まあ正直これは歓迎ですね。艦隊からは敵基地攻撃、これも行っているので、ちょっと攻撃機は足が短いので届かずに離脱してますが、
まあ、爆撃機こんだけ数が飛んでればもう一回攻撃隊飛ばせば確実に終わりそうかな。いや一回で終わったな。あとは敵の艦隊戦力、これも沈めちゃえば終わりかな。よし、カナリア沖ほぼ無傷だったんじゃない。洋上基地型空母1隻、これが大破してますが、まあ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 というとこだな。バミューダの方が全くわからないからね、敵の戦力が。ただ敵の基地は1つというのは索敵でスパイで判明している内容になります。洋上要塞型の空母、これ一番前に出すべきだったな。さっきお話したように最も沈みにくい空母。問題はこのバミューダに敵の艦隊がいるかどうかですね。いなければもう即座に東海岸へと艦隊を進めることができるんで、ありがたい。終わらないということは敵の艦隊がいるな。あとはその艦隊がどこにいるか。これ敵の偵察機の消えていく方向を見るとこっち方面にいそうですね。まあいかんせんこちらはね、飛行機数は、空母に搭載できる数が多いので多いんですけど、アメリカ軍、イギリス軍の最新鋭の飛行機、航空機に比べると、まあ、おそらく能力的にはかなり劣っているんじゃないかなと思われるので、そこがね、少し心配な点になります。敵の偵察機の去っていく方向をしっかり見極めて、その方向に索敵を行っていきましょう。発見したね。ここに敵の艦隊がいる。戦艦2、いや戦艦3、空母が3、いや空母が4ですね。先制攻撃だ、先制攻撃、先制攻撃が大事なので先制攻撃をまずはしっかり決めましょう。いや本当にこういう風に敵の戦力小出しにしてくれるとありがたいな。まあ、戦力の集中運用か分散運用かでいうと、もう本当局面局面で全然変わってくるんでね、どっちがいいっていう話ではないと思うんですけど、今回に関して言うと本当に東海岸で大戦力で待ち受けられるのが一番嫌なのでありがたいですね。ここはもう空母を取り逃がさずに全部沈めましょう。正規空母が1、軽空母が3という感じかな。あとは艦隊がこれだけなのかというところですね。敵の偵察機の動きを見ていればなんとなくは探れるんで、ちょっと探っていきましょう。敵の偵察機の動きを。あとは空母をしっかり取り逃さずに、仕留められるかどうか。敵の直縁機を釣り出しておいてからの敵空母、上空がガラ空きになったところで攻撃ですね。
これを見る限りではいないでいいのかな、敵の艦隊は。他にはここでしっかり勝ち切っておけば東海岸の戦力が多少なりとも減ってくれるという期待ですね。さあ残りの敵の水上部隊、数は4。爆撃機と攻撃機のバランスは悪くないはずなので、まあ仕留め損なうっていうことはないかなと思います。ただちょっと夜になると話変わってくるからな。航空隊発艦、敵艦撃沈。敵艦撃沈。航空隊発艦、敵艦撃沈。あと1機、1隻かな。ここにいる1隻を沈めれば終わるはず。これだけちょっと取り逃しちゃうかな、この感じだとね。まだ機関にダメージが出てないようなので足は速いですもんね。まあそれでも敵の艦隊はまあ壊滅させたと言っていいと思うので、この後予定通り東海岸へと進行していきましょう。何、敵の増援が到着してる。なるほど、どこに増援してるんだ。いや、こういう風な感じは本当にありがたいね。敵の一個艦隊を消滅させた直後に敵の増援が来たといっても、また敵の艦隊をね、格好撃破していくだけで済むので、敵の艦隊の動向を探りましょう。まあ、どっから出てくるかというところですね。まあ、おそらく北から出てくると思うので、敵の艦隊は北側を中心に索敵を行っていく感じになると思います。何、西から出てきたな。あ、でもこれももう撤退行動に入ってるな。まあ増援する予定、救援するような艦隊がもう壊滅してるんで、増援してきた艦隊は、まあ、撤退するのが定石ですよね。終わらないか。まだ敵の艦隊がどこかにいる。あとはその艦隊がどこにいるか。封印を突かれてっていうのが怖かったんですが、あー撤退しましたね。さあではいよいよもう本当に最終
戦になるんじゃないかと、しようじゃないかというところで、艦隊を進めていきます。まずはカナリア沖に入っている艦隊ですね。まあダメージが出た艦隊が、いや空母が1隻いるんですが、もうこれはこのまま進めましょう。で問題はバミューダを攻略した艦隊、これに航空戦力の補充が必要かどうかという見極めですね。必要なさそうかな。まあ、一応次のターンに攻略が持ち越しになってもいいように航空機の生産はやっておきましょう。もちろんこのターンで決める。ただスパイが入っていないために場所がわからないんだよね。なのでスパイも送り込んでおいて、艦隊も送り込んで、しっかり仕留めにかかろう。場所がわからないというのはかなりマイナスなんで、索敵してから攻撃隊を飛ばすっていうのはね、結構しんどいんですよね。分かっていれば海戦と同時に基地攻撃に入れるんですけど、さあまずは敵の艦隊発見の報告が入ってます。さあまずはどっちが先制攻撃出せるかなんで、ここは軽空母1隻ですね。空母艦隊に敵の艦隊が突入してくるのは避けたいので、しっかり攻撃機爆撃機で仕留めたいけど、ここで雨かついてないな。もうあとちょっとあればね、攻撃隊が殺到できてたっていうところだったんですが、まあ、運悪く、まあ、敵からすると運良くというタイミングで雨ですね。全天候型ではないので、どうしてもここはしょうがないところかな。あとは、敵の基地がありそうな場所を確認しておく。ここありそうだな。一つは発見済みですよね。あとはマンハッタンとかこの辺りにあるんじゃないかという気はするけどね、ちょっと場所がわからないですね。あと雨待ちですね。雨待ち、雨やみ待ちです。いやーもうずっと雨かな今回。おっと雨やんだ。敵の基地もう一箇所も発見してますね。今度は雨が降る前にしっかりと仕留めよう。まずは敵の空母を撃沈。あとはその護衛艦追迫艦ですね、これを仕留めていきましょう。大型艦がいないね。軽空母とあと随伴してるのもこれ従順クラスまでかな。戦艦はいなそうですね。
あと艦隊、これは何してるんだ。洋上要塞型の空母がなぜ動かないんだというのがあるので、洋上要塞型空母は前線と進めていこう。ここでまた雨か。今ちょっと何月かっていうの見てないけど雨が多いな。ちょっと雨降られちゃうとね、今の航空技術だと飛ばせないので。どうにもならないね。ちょっと待って、敵の艦隊が突入してくるのは避けよう。これは足の速い艦隊だな。2つちょっと打ち合いになるのは避けたいんだけどな。取りつかれますね。ちょっと足を早めて逃げ切れるかどうか。足はね、ただ速くはないので、ただ速度を上げてなんとか逃げ切れれば、逃げ切りたいけど。砲撃戦での戦果はちょっと期待ができないので。とは言っても結構頑張ってるね。まあ、ここの艦隊ね、今合戦してる艦隊は一応戦艦もいますからね。しかも武蔵とかですよね、いるの。伊勢、それに越中、これは武蔵と同型艦ですね。こっちに武蔵、伊豆、これも武蔵と同型艦です。まあ、とはいえ打ち合いをするのは本意ではないので避けていきましょう。いや、空母がいないな、本当に敵は。ちょっと待って、これ突入することになるぞ、敵の艦隊に。ちょっと方向を変えちゃいましょう。いやー、戦艦はでもやっぱり射程が長い。武蔵からも飛んでますもんね、砲弾が。ちょっと待ってくれ、敵の爆撃機が飛んできてるじゃないか。やられた、これは完全にやられたぞ。見ている。空母が大破してるのは見てるよ。ちょっと待って、駆逐艦ね。空母が一石撃沈。ちょっと待ってくださいね。そうか、敵の夜間爆撃機が先に飛んできたんだな。貴重な空母を一石失ったけど、これで攻撃能力が下がっちゃいますからね、空母がいないっていうだけで。まずは敵の空母仕留めよう、確実に。しっかり敵の大型艦もいるね。戦艦、空母。放流が大破か。この辺りは洋上要塞あるいは洋上基地型の空母ではないので、まあ、どうしても敵の攻撃にさらされるとおもろい一面があります。
と待って、こっちにも敵の艦隊いるじゃないか。いやー、これはもう敵総力戦だな。当然ですけど。となると、ヨーロッパ方面から差し向けてる艦隊の出番がありそうですね。今回で完全にこれ、仕留めきれるかというとちょっと難しいかな。まあ、あの冒頭でお話したように、今回も最終回と、目打った以上は、あの皆さんちょっとね、時間が長くなったとしてもお付き合いいただければ嬉しいんですが、雨が多いっていうのもちょっと微妙だよな。この朝になって、空母が威力を発揮するタイミングで雨だからな。さあ、足の遅い戦艦だったら爆撃機もそれなりに効果があるはずなんで、ただ硬いからな戦艦は。こんだけ攻撃隊にさらされても持ちこたえますからね、戦艦は。そうなると、あの2個前の動画で、設計した天下無双型戦艦、これがね、ロールアウトしてくれたら見ものですよね。どれだけ本当にね、不沈艦なのかっていうのが。ただちょっと艦隊が追い込まれてるな。敵の騎士の方に挟み込まれてる感じがあるので、早めに敵の、まずは艦隊、これを沈めておきたいところだけど、どうだろうな。残念ながら空母が2隻喪失してるので、空撃隊の攻撃力自体が少し落ちてるはずなんですよね。特に足の速い、まあ、駆逐艦軽巡クラスの艦艇を相手にするときは爆撃機がちょっとね、それらを苦手とするはずなので、まあ、魚雷攻撃、あとは戦艦からの砲撃、砲撃戦ですね。さらには空母から発艦する攻撃隊、魚雷搭載型の攻撃隊、これでなんとか敵艦隊を退けていきましょう。いや、本当に戦艦硬すぎるわ。まだ残ってるか。ようやくもう一隻撃沈ですね。こっちに残っているこの戦艦はルイジアナ、これは早々に沈められそうだな。で、こっちは、いや、砲撃戦になってるよ。微妙だな。艦隊の護衛艦が結構やられてるね。ちょっとここは自分で操舵するべきだったけど、まあ今更だな。ちょっと戦力がズタズタにされすぎたな、ドズル中将の言葉を借りるなら。いや、ようやく敵戦艦ルイジアナ撃沈か。だいぶ時間かかったね、やっぱり。
ここでまた雨か。雨になられるときついよな。しかもこの状態でか。まあ、足の速い敵の艦隊に行く手を阻まれる感じになっちゃいましたね。ここはまあ戦艦での砲撃にかけるしかないので、砲撃目標を敵戦艦に変えましょう。いや、敵艦に変えましょう。いや、本当に戦艦を護衛艦でつけておいて正解でしたね。これ駆逐艦だけだったら、あるいは軽巡だけだったらズタボロにされてた。まして多分もっとズタボロにされてたんじゃないかな。さあ3日目に全てをかけましょう。敵の艦隊戦力がどれだけいるかだよね。もう敵の艦隊がいないんだったら敵の飛行場を攻撃して終わりになるんですけどね。それがちょっとわからないので、3つおそらく飛行場確実にあると思うんで、まあ、おそらくと確実とちょっと何言ってるんだって話なんですけども、確実に3つあるはずなんで、おそらくね、敵の艦隊がまだどっかに隠れているんじゃないかと思うんで、それらの索敵もしつつ戦っていく感じかな。ここまで偵察機が飛んできてるんだな。この偵察機がどこに帰るか、もう確実に敵の偵察機に味方が発見されるであろう場所を飛んでるので、また雨か。この雨は多いな本当に。敵の艦隊いるね、やっぱり。といっても数は3。仕留めきれていなかった残存艦隊かな。空母がいるね。ここにいるな。今の攻撃機が戻った様を見る限り、この空母に粘るな。
だ敵の艦隊いるんだ。温存していた戦艦だな、アイオワ型、さらにミッドウェー型の正規軍。いや、アメリカ軍やっぱりここまで戦力回復してたんだな。艦隊戦力も相当な量ありますね。まださあ攻撃隊は基地を通り過ぎて敵の空母、いや空母じゃない、これ揚陸艦じゃないか。完全に5人だな。ミッドウェー型の正規空母、アイオワ型の戦艦で出てましたよね。これで夜になっちゃいますね。敵の基地2つ、これを取り逃しですね。一つ、もう一つこっちの飛行場がどうしても足りないかな。そうですね。航空戦艦越前が撃沈されてるな。あとは随流が撃沈されてますね。ただこちらはまだほぼ無傷のヨーロッパ方面。おー、天下無双型来たね。まあ速度はね、あまり出ない27キロノットですけど、51センチ砲の主砲、これ前24門後ろ18門、化け物だな。さあではバミューダ沖には艦隊が集結しているはずなので、この番号の大きいものですね、まあ第10艦隊から一隻正規空母大破してますけど、まあ、これはねこのまま仕留めにかかっちゃいましょう。で敵の残存艦隊がどこに潜んでるかですね。あとは、あ、もう艦隊はいなかったんだ。よし、これでじゃあアメリカ東海岸を取りましたと。いやもう本当にね、ゲームだと割り切って帝徳の決断はね5を出してほしい。この4のパワーアップキット出てからね、もうだいぶ長い年月帝徳の決断新シリーズ出てないと思うんですけど、ここまでもう 1,2,3,4 と、出てきたので、できれば本当にね帝徳の決断を5出してほしいですね。はい、では今回もね、ここまで、この帝徳の決断4パープギット軍労作戦日本プレイ、最後までお付き合いいただいた方本当にありがとうございました。でこの後はですね、ドイツ軍プレイ、を
この PC 版の提督の決断法バブキットでやっていきたいなというのと、どっかの動画とかツイッターでもお話したことあると思うんですが、PS 版のバブキット提督の決断ですね、これも入手したので、PS 版でのプレイもしていきたいなと思います。どっかの動画で紹介したようにもう全然違うゲームと言ってもいいほど回線の画面違うので、またね、いろいろと至らない点も出てくるかなと思うんですが、気づきの点とかアドバイスとかあれば、チャンネル、動画のコメント欄もしくはツイッターの方まで、教えていただければ嬉しいです。あとですね、他のゲームのプレイ予定、プレイ状況なんですが、ステラリスガンダムモッド、これがね、ちょっと不甲斐ない終わり方をしてしまったので、リベンジ案件に回したいなというのと、あとはハーツオバイアン4、これもねちょっとしばらくプレイしないとすぐにまたやり方を忘れてしまって皆さんから進歩がないとお叱りをいただいてしまうこと多々あるんですが、これはですね、日本モッド、都道府県モッドを入れた大日本大戦と銘打ってプレイの方をしていますので、また覗いてくれれば嬉しいなと思います。でその他ですね、銀河英雄伝説 PC 版の方 ESEX、これも購入してあるのでこれのプレイ、さらにバンダイナムコ版の銀河英雄伝説、これも購入しているのでこのプレイもしていきたいなと。あとはですね、久しぶりに新ギレンの野望、これもプレイしたいというのと、あと少し前に買ってまだ全然着手できていないスターウォーズシリーズ、これもやっていきたいなということで、やりたいゲームいっぱいあるんですが、もう仕事もあるので、ちょこちょこと進めていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。では今回はねここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。